ホイヒリンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。ホイヒリンゲンは、シュベービッシュグミュントとアーレントの間、シュベービッシュアルプ東端のライン側の谷に位置している。ライン側は、ホイヒリンゲンの町をほぼ当面積に2分している。この町は、北はシェヒンゲン及びアプツグミュント、東は、群町所在地アーレント及びエッシンゲン。 南はメグリンゲン及びベービンゲンアンデアレムス、西はイギンゲン及びゲッキンゲンと境を接している。自治体としてのホイヒリンゲンは、ホイヒリンゲン、ホルツロイテン両地区のほかいくつかの小集落、農場からなる。州統計局の2019年現在のデータによる。ホイヒリンゲンは1236年に初めて文献に記録されている。 この町は1603年からエルバンゲン修道山次会諸公領に属した。ビュルテンベルク王国では、この修道山次会諸公領の他の地域とは異なり、ホイヒリンゲンは1803年からオーバーアームとアーレンに属した。1938年以後ホイヒリンゲンはシュベービッシュグミュント軍に属したが、1973年の軍の再編により、オストアルプ軍に編入された。 ホイヒリンゲンのセーフトゥス教会。ホイヒリンゲンには、ローマイコールカトリック教会のセーフトゥス教会がある。福音主義の信者は、オーバーベビンゲン教会に属す。この町は、独立した自治体である。1973年の行政改革以後、この町は、ホイバッハを主流とするローゼンシュタイン行政、共同体に属している。この行政共同体にはこの他に、バルトロメ、 ベービンゲン、ホイバッハ、メグリンゲンが属している。この町の議会は10人の町議会議員と町長で構成されている。2002年からベーター・ラングがこの町の町長を務めている。ホイヒリンゲンは大きな町アーレンとシュベイビッシュグミュントとの間のオストアルプ群の田舎地域に位置している。総面積は903ヘクタールである。 交通の便や公共旅客交通機関の運行は良好である。最寄りの鉄道駅はわずか4キロメートル離れたメグリンゲンにある。ホイヒリンゲンの街は主にベッドタウンであるが、その美しい風景からラインタールの真珠とも呼ばれる。この街は近年、我らの村が美しい我らの村には未来があるコンクールで多くの賞を受賞している。ホイヒリンゲンには 様々な思工業者や小規模企業が存在する。工業系大企業は存在しない。この町は公共の社会資本が大変に充実している。学校、スポーツ施設、行政機関といった公共施設は良い状態で町の中心に位置している。保育肥園には幼稚園が1円あり、1歳の幼児から受け入れている。子供たちは 年齢や必要な保育状況によって様々なグループがある。町の中心に児童数約60人の基礎家庭学校がある。この学校は近年大規模な修繕がなされた。スポーツ施設は学校に接しており、休息や休日に利用できる。この他の種類の学校は周辺1 0トル圏のアプスグミュンとベービンゲン・アンデア・レムス、ホイバッハ、ラインツェルにある。 この町の人口1800人に対して、地元のクラブ会員数は延べ3000人を超える。最大のクラブは、体操クラブホイヒリンゲン 1922EV である。このクラブの10部門には、1000人以上が登録しており、レジャースポーツ、健康スポーツ、トップスポーツに参加している。この他のクラブには、キ乗馬クラブホイヒリンゲン、音楽クラブ、リーダークランツ、 果樹園、庭園造園クラブ、アシャ園女、クラブ、ホルツロ一点地域会、シュベービッシェアルプ協会や、VDK の地区グループなどがある。ありがとうございます。